体半分で、コツとしてはセンターを先に決めるイメージで折っていきます。で、同じようにで、次はこの三角形に折っていきますけど、この時もセンターを先に決めます。で、反対側も決めます。で、ここはなし、綺麗に合うようにイメージしてください。で、クリップをやってキュッと、こんな感じですね。で、かなり薄くなると思ってください。しっかり折らないとズレが出てきます。で、先ほどのハサミを使ってこれを、で、左手で引っ張りながら回します。で、次ここ、で、ひっくり返してこちら側から、で、多少ずれてもあんまり最初のうちは気にしないでください。で、これも先ほどと同じように開いて折っていきます。で、対角線にもう一度、で、切り返して横横で、ここを軽く持って軽く押さえながらつまんで、横からつまむ。で、反対側、で、完成です。で、この図の場合、赤が谷折り、青が山折りになってます。まあ、その線を参考にしてちょっとぜひ頑張ってみてください。で、あの折り方に関しては各々の動画はまた別に用意されてますので、よければそちらの方も確認してもらうといいかなと思います。